二人は自分の宝物が何なのか知ってるの？え？関東の田舎町でドグリーズ再会。何事にも打ち込めない少年ローマと原宿で切った東京から帰省中の親友トトが出会ったのは、行こう、アイスランドから来た不思議な少年ドロップだった。電話が教えてくれるんだって。僕に必要な宝物が何かってこと。高校1年の夏、宝探し、正確には幻の赤い電話ボックス探し。忘れられない冒険が始まる。泣きたくなるほどなるほどに、僕らはちょっと強くなれる。行ってみようか。今頃うちじゃ大騒ぎかもな。最初に見つけた人が勝ち。ずいぞ。写真って難しいけど面白いよね。いつもと違う特別な時間だけど、そこには秘密があった。ごめん、僕とトトがドロップ15歳最後の勇姿を見届けてやる。どうしても失いたくないものが誰かの命だったらさ。くそ、僕らはもうとっくに3人じゃないか。もう二度と訪れない一瞬を永遠にしてくれる宝の地図だ。これはロマン3人の少年に起きた諦めんな奇跡の物語。グッバイドングリーズ。信じらんねえ、こんなことある。